はい、どうもプヤンです、今日はですね、那須塩原駅、那須塩原駅に来てます。この駅ですね、非常に素晴らしい駅でして、那須といえばですね、皇室の御用邸があったりしてですね、非常に空気もいい場所なんですけれども、東北新幹線が、高速で走る区間なんですね。東北新幹線の最高時速、宇都宮から盛岡の間ってね、320キロ走行と言われてるんですよ。320キロ、ね、その320キロ走行区間内の、駅なんですけど、本当にここでね320キロ出てるのか、ちょっと測ってみたいって以前から思ってたんですよ。でね、ここの駅ってね、ちょっとねカーブが、駅の中でカーブしてるんですよね。カーブしてるんで、おそらく320キロは出せないんじゃないかなっていう気がするんですよね。それと最高時速320キロって言っても、例えば遅延が生じた時に、回復運行するために最高時速320キロって設定してるんじゃないかなって思うんですよ。だからね、通常を320キロで運行することってね、ほとんどないんじゃないかなと僕はね推測してるんですよ。で、今日はね、一体ここの駅の、通過速度がね、何キロ出てるのかっていうのをね、ちょっとね計測、実測で計算してみたいと思います。ちょっとね調べてきました。E5 系新幹線、はやぶさですね、はやぶさの E5 系新幹線は全長が253メートル、編成長が253メートルの重量編成ですね。どのぐらいのスピードで通過していればいいのかっていうのを計算すればね、実際に出てるスピードっていうのは出てくると思うんですよ。で、例えばね、320キロをね、ちょっとで、電卓持ってきたんですけど、320キロを、秒速換算するとですね、320キロって32万メートルなわけですね。32万メートルを、まず分速で割ります。分速で割ると、60で割ると、5333メートル、分速5333メートルですね。これをさらに、60で割ります。出ました。およそ 88.888 メートル、秒速 88.888 メートルで、通過をすると、320キロっていうことになるわけです。ということはね、編成長253メートルの、E5 系重量編成ですね、これを、88.8 で割ればいいわけです、ね、そうすると253メートル88.8 2.84、そんなスピード？ 2.84秒以内、まあほぼ3秒ってことですかね。ほぼ3秒以内に通過してると、この実測が320キロってことになると思うんですが、3秒以内、2.84秒、いやー、ちょっとさすがにそんなにスピード速いかなちょっとね実際に計測してみたいと思います。
はい、いかがだったでしょうか。予想以上のスピードが出てましたね。やっぱり東北新幹線はすごいですね。日本が世界に誇る新幹線だと思います。ということで、プーヤンでした。